ゴルフの科学者デシャンボーもテストする高機能ハイテクアイアン、コブララッドスピードアイアン。皆さんこんにちは、クラブフィッターの小倉隼人です。今回ご紹介するのはこちら、コブラさんのラッドスピードアイアン、ご紹介していきたいと思います。一言で言えばこうハイテクなクラブと言ったらいいですかね。まずですね、このキャビティの中、基本的な構造としては、ポケットキャビティっぽい、作りなんですけれども、その中にですね 3D プリンター、今こういろんな技術で、こう立体的に今まで作れなかったものを生成するような、技術のものをですねゴルフに、持ち込みまして、基本的にこう剛性感が上がりますし、非常に軽量でできるので、重量でその配分を邪魔せずに剛性感を保てるっていうメリットがあります。で、その他ですね、衝撃吸収とか、いろんな効果がありますので、打感もとってもソフトに、できるんですね。で、それとこの上にネジが見えますけれども、ヒール側と頭側に、ウエイトが入ってます。頭側が 10g、ヒール側が 3g 入ってるんですけれども、どうしてそういうことをしてるかっていうと、パターのこう頭ヒールと同じでこう少し外側に重量配分することでミスに強くしてるんですね。でなおかつ頭側に重めにウエイトを入れることで、フェース面の芯を、ちゃんとこうど真ん中、見た目と性能を一致させるようなポジションに、芯を移動させています。フェース面も非常に凝ってまして、ステンレススチールという素材を、あえて単造にして、フェース面当てはめてます。そうすることで、打感とかですね、そういったものも追求してます。単純にステンレスで性能だけじゃなくて、そういった打感とかフィーリング面もちゃんと気を使っているところも、このアイアンのいいところですね。あともう一つ、このトップブレードに、こうカーボンが入ってるんですね。でこれなんでこんなことしてるかっていうと、軽いカーボンを中に入れることで重心を下げる効果を狙ってます。結構これ構えた時に、逆に私はこう黒いブレードがビュッて出て、ね、少しこう他の違いも出てるし、かっこいいなって思う点でもあります。で、モデルとしてはですね、割とこうそこまで、ソールも厚くなくですね、割とシャープに作られてるんですが、ロフトがですね、7番で 27.5 度、非常にこう立った設計になってます。立った設計にはなってるんですけれども、この 3D プリンターのバックフェースとかですね、ウェイトの調整の効果で非常にボールが上がります。私も打たせてもらったんですけど、さらっと打つとですね、ちゃんと7番の高さで出るんですけど、距離がそうですね、5番よりちょっと飛ばないかなぐらい、非常によく飛びます。で長さはちゃんと7番と同じ長さです。もともとコブラさんはですね、ワンレングスアイアンとか、そのちょっと独創的な切り口を使うメーカーさんですけれども、非常にこう短いものでも距離を出す、そういったものがこうまいのかなって勝手にちょっと思っちゃったぐらい、非常にこうさらっと振るだけで距離が出やすくなってます。エンジョイゴルファーですね。楽に楽しくで、正直結構こうなんていうんですか、スポーティーでかっこいいんですよ。デザイン的にも所有感もあるし、あと人と違う高性能なものが欲しい、そういう方なんかで非常にいいと思います。逆にこう一球一球しっかりボールをコントロールしていくってなると、ちょっと飛びすぎちゃうかなって思うかもしれません。それぐらい結構こうさらっと振って距離が出しやすいモデルなので、ボールを緻密にコントロールする方というよりは、楽に振って距離を出したいっていう方におすすめしたいですね。